あの物体は失っても,もう気持ちは失われないっていうんですかメモリーっていうふうに刻まれたものはねまあある方が言われてたんですけども自分の身内をなくされた時に生きてる時よりも会話が増えたっていうんですようんまあそれは分からなくもないかなと失ったものとかなくした方に対しての,その頭の中のやり取りって無数に増えますよね 時にはね亡くなった方の気配を感じたりとか何か生きてる時よりも大事にできるといえば言い方なんですけども失って初めてその価値が分かるとかね、うん、でも、まあ、R34 とか車に関してはそのなくてねちょっと一定の安心感であるんじゃないですか <laughs> でも確かに R34 時代はあってでそれが今でも胸の中に深く残っていれば、うん、それはねいつでも取り出せる宝箱なんじゃないかなと思いますし 例えば、まあ、緑山高校、ね、吉谷さんのことで言えば卓球にかけた人生はまあいいことも悪いこともいろいろあったと思いますけどもでもそれによって支えられた時期とかね今でもそれはそのおもちゃ箱から取り出してこう語ることもできるし思いにふけることもできて結局は手にしてない時とか現役を過ぎてもずっと思いの中にあっていろんな場面でねそれが。 今っててものを支えてくれるんじゃなないかなとまさに過去はパス未来はフューチャー今をプレゼントって言いますけどもプレゼントなんですよね過去や未来から来る今っていうのはプレゼント今を大事にしなければそのプレゼントクリスマ,ス,クリス,マスになってもね受け取ることができないよってことなのかもしれませんねじゃあいってらっしゃい。